大谷選手対福岡県警察栗川選手の試合は、試合結果をお伝えします。柔道第1試合場70キロ級北海道警察の杉本選手対佐賀県警察の田中選手の試合は、北海道警察の杉本選手が勝ちました。試合結果をお伝えします。柔道第4試合場